内閣法制局は日本の行政機関の一つ。内閣におかれ行政府内における法令案の審査や法制に関する調査などを所管する。内閣法制局は内閣の下で法案や法制についての審査、調査等を行う機関であり、その庁は内閣が任命する内閣法制局長官である。また内閣法に言うところの主任の大臣は、 内閣総理大臣である。内閣が国会に提出する新規法案を閣議決定に先立って憲法やその他の法令に照らして問題がないかを審査することから憲法の番人とも呼ばれている。第二次世界大戦後に司法省と統合されて法務省となるが法制局設置法に基づき1952年8月に内閣に法制局が設置され、 ほぼ現在の姿となる。その後、総理府設置法等の一部を改正する法律により1962年7月に法制局設置法は内閣法制局設置法に改題され、法制局は内閣法制局と解消された。長官の待遇は特別職の職員の給与に関する法律で副大臣と同等とされるが、これらの職とは違い認証官ではない。 長官は、主犯指名による組閣があるたびに、同一人が留任する場合でも、一旦違反面間の事例が出て、改めて新内閣で任命される慣例となっている。2009年9月に発足した、鳩山幸男内閣では、長官を政府特別補佐人から除外して、国会での答弁を禁止し、行政刷新省に法令解釈担当省を兼務させていたが、 2012年1月20日野田義彦内閣は長官による国会答弁の復活を閣議決定した。内閣法制局の所管事務は次の通りである。キャリア官僚は独自採用せず、各省庁から3時間以上出向で受け入れ、法務省、財務省、総務省、経済産業省、農林水産省の5省の出身者だけが、 局長級以上の幹部になることができ、さらに長官までには、上記のうちから農水省を除いた四省の出身者が、第一部長法制次長、長官という履歴を経て、就任する人事慣行が確立されてきた。この慣行は1五十二年以来崩されることがなかったが、二0 1三年八月、法制局勤務経験のない外務省出身の小松一郎が、 長官に就任した。この他、ノンキャリア組職員として、国家公務員に一般職試験後各社より、若干名を採用している。また、各省庁のノンキャリア組職員からの出向者も、課長補佐級以下のポストにおいて受け入れている。内閣法制局の幹部は、以下の通りである。内閣法制局が主管する独立行政法人、 特殊法人及び特別の法律により設立される民間法人は存在しない。2021年度一般会計当初予算における内閣法制局所管予算は11億9582万9000円。一般職の在職者数は2020年7月1日現在財務省全体で73人である。内閣法制局の一般職の職員は非現業の 国家公務員なので、労働基本権のうち葬儀権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は認められており、職員は労働組合として国家公務員法の規定する職員団体を結成し、もしくは結成せず、またはこれに加入し、もしくは加入しないことができる。2020年3月31日現在、 人事院に登録された職員団体の数について資料に内閣法制局の項はない。ありがとうございます。